アート話。この番組ではインタビュアーの DJ アイコ6人が美術館を訪ね、開催中の特別展について担当学芸員の方にお話をお聞きしています。ちょっと知ればもっと楽しめるをテーマ、優しいアートの対談番組です。今回は山種美術館で2023年7月29日から開催されている特別展、日本画に挑んだ精鋭たち、菱田春草、上村松園、川端龍二から松尾敏夫へについて、担当学芸員の南雲幸恵さんとお話します。南雲さん、今回もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まずはですね、ご担当された南雲さんから今回どんな内容になったか、そして見どころについてもお話しいただけますか。はい、今回の展覧会ではですね、明治時代初期から大正、昭和、平成、令和という現代に至るまでの日本画をこう順を追って見ていただける内容になっています。で、一つ特徴的なことを申し上げますと、こういう美術史の流れに沿ってはいるんですが、この流れ、視点を変えてみると、実は画家たちがいろんなものに挑戦してきた歴史の結果でもあるんだなということを、それを皆様に見ていただきたくて作品を選んでおります、うん、日本画という、まあ、言葉の成り立ちもありますけれども、うんうん、常に日本画とは何かっていうものは、こう明治時代からずっと私たちに突きつけられてきた問題ではあるんですけれども、うん、それがこう将来にわたって未来を担う日本画というものがどうあるべきかというのはちょっとおこがましいんですけれども、その可能性はどういったものがあるんだろうということは、皆様にもし想像していただければ嬉しいと思っています。はい、ありがとうございます。で、この日本画の成り立ちとか歴史に触れる上で、はい、フェノロサの名前、はい、必ず目にするんですけれども、はいはい、そのフェノロサ以前の日本絵画についてですとか、はい、また彼が日本画のいわゆるその黎明期において、はい、どんなこう道しるべを示したのかというところをちょっと教えていただけますか。はい、アーノスト・フェノロサという人はですね、明治10年代にこう当時政府が雇ったお雇い外国人、そうですね、フェノロサ自身は美術ではなく、美術の人ではなくて、哲学とかを、まあ、学んだ人、そちらの専門の人であったみたいなんですけれども、その人が日本に来てから、日本の今の日本美術行政のいわば礎を築いたような形になります。で、フェノロサ以前ということになりますとですね、やはり明治になって、明治維新になりますと鎖国が解けて、でたくさん、西洋の、まあ、その当時の作品とか流行がどんどん入ってきます。でそれは絵画についても同じであって、でそれに対して日本の中ではそれを追い越せっていう風になる前に、まずその波を受けて、近代化というのは西洋化だっていうような意識がすごく浸透していくんですね。なのでその真似て取り込んでいくというのは非常に絵画の部分でも多かったんです。で、日本美術でもやはり今回展示しております、例えばですけれども、はい、一番初期の方で言いますと、うん、この辺の加納法外とか、はい、荒木寛歩、橋本画法といった、うん、この名だたる人たちも、もともとは日本絵画を専門にやっていた人ですが、うん、そういう人たちっていうのは、それまでの幕藩体制で、うん、大名ですとか、そう、はい、そういう人たちがパトロンとなっていて、で、その人たちの要求に応じて絵を描いて、じゃあ好まれるモチーフだとか構図だとかっていうのがあったわけですよね。はい、ただし維新によって全てそれが解体されて、彼らはパトロンを失うんですね、はい、そうすると食べていくにも大変になってしまう。で、そんな時に彼らはやはりそういった西洋絵画をこういった大家でさえも学ぶんですよ。なんかキャプションにもありましたよね、はい、色とか構図を取り入れたっていうのも。そうなんですよ、はい、本当に西洋画を勉強して、でそういった世情に合うことをしていこうというふうになるんですね。でそんな時にやはりフェノロサ日本にやってきて、ただ
そういう西洋化がそんなに正しいのかと、そういうことを命題を突きつけてくるんですね。もっと日本の、伝統的絵画は素晴らしいものがたくさんあるだろうということで、その西洋化に傾いていた流れを日本の伝統的なものが素晴らしいじゃないかっていう伝統復興の方にこう揺り戻すんですね。でそれによって加納法外などは、西洋絵画、例えば西洋の絵の具なども用いた日本絵画なども作り出していくんですけれども、そういうふうにフェノロサの影響によって日本全体的に西洋化に進んでいたものが日本の伝統絵画って素晴らしいねって方向にちゃんと戻っていくというか、欠かせない人ですね。そうですね、って思いましたよね。そうですね、そういったところとそれに応えるようにって、そうですね、それとあと、美術行政的なものとしてあの文化財保護法、今のものですね、それの土台を築いたりとか、あと東京美術学校、今の東京芸術大学ですけれども、教育機関として整える、そういったことをやっていく、本当に日本の今の、美術行政基礎に欠かせない人ですね。そうやって聞くと本当にこの人が一人いるかいないかでその西洋化にうんと飲み込まれていたかもしれないし、その日本画っていう概念すらひょっとしたらっていう、ところも、一章ではこの近代画家たちの挑戦として19点、展示がありますけれども、大観、春草、上村松園、川端龍子と、今私たちがもう大家として見るような作家たちにもそれぞれのこう挑戦ストーリーというのがあるんだなというふうに思ってみました。で、特に南雲さんが印象深いと思われる作家のエピソードとかあればご紹介いただけますか。はい、そうですね、特にこう挑戦のストーリーが分かる作品となると横山大観と岸田春草が、それぞれ丸してますね、描いた作品を今回ちょっと出すことができまして、大観の方とかちょっと個人の方から面白い角度の、なんか扉みたいな、そうなんです、小さな襖に、の形のものにこう描いているというものになりますけれども、本当にこう海辺のこう波の間にきらめく光がすごく表現、豊かに表現されている作品かなと思いますし、春草の方はこう滝の水が落ちてこう水しぶきがふわっと上がっている、そういう、なんて言うんでしょう、ちょっと幻想的なところもこう表現できている作品かなと。当時はああいった表現もちょっとこう賛否じゃないですけれども、えらいあったっていうふうに聞いてますけれども、どんな感じだったんでしょうか。日本、それまで日本の伝統的な絵画っていうのはですね、線、描線が命として考えられていたんですね。ただしその、天心の指導のもと西洋絵画を上回る絵を生み出そうとした時に、大観、春草たちはですね、じゃあどういうものをやろうかといった時に大気、空気感、そういったものを描くということ、それを命題としてこう課されて、でその結果線描のない絵画を描こうとしていくんですね。でたくさんそれは描くんですけれども、当時批評家たちからは受け入れられず、ものすごくバッシングを受けます。その中でもよくこうそういうバッシングに負けなかったというか、その、朦朧体と言われるものが非常にこう批判される中で、やめたっていうふうにはならなかったんですね。でもやっぱり、明治30年代にそれを始めて、で、東京から伊豆らというところ、都落ちのような形で行きますけれども、でそこでもう朦朧体を発表し、ヨーロッパアメリカに行って、でそちらの方では実は少し受け入れられるんですよ。なので実は向こうの方で
あの大観とか春草の朦朧伝作品がこう、はい、保管されてるっていうのは結構あることで、はい、帰国後もそういった、うん、まあ、朦朧体というものを少しは書き継いでいたのかなと、うん、はい、ただやっぱり到底売れるものではなかったから、やっぱりもうあるところで見切りをつけるんですよね、うん、でそれ以降は書かずに書かなくなっていくっていうのがあるんですけど、そっか、じゃあ どっかの時点でやっぱりやめてはしまってるんですね。そうですね、はい、あと私見ていて、はい、面白いって今回思ったのが、はい、漆絵だったんですけど、柴田自身の、はいはいはい、あんなツヤツヤの漆の絵なんて見たことがなくて、はい、 あれってあの一つのジャンルとしては、はい、多いものなんですか、ああいう形形状は。あのやっぱり柴田自身ならではのもので、もともと彼は宮大工の生まれですね、のお父様、父親が宮大工でその家に育ってはいるんですけれども、うん、最初は日本画を京都に行ったり、もともと江戸の生まれ で京都に行って学んだりはします。でもやはりそういった中でこう蒔絵を勉強していく中で、実はその技術を日本画にも取り込んだものを、まあ、明治時代になって描いていくっていう形で、本当にこうおっしゃったようにツヤツヤしてますよね。そうなんですよ、はい、この波に千鳥、その波に千鳥とか、なんかはい、あれは元は何ですか、紙ですか。紙です、はい、紙に漆で、漆で扱いってどうなんですか。大変だったと思うんです。ただ、はい、漆って丈夫は丈夫なので、はいはいはい、すごく保存性という形ではこの温湿度を守っていれば、はい、大丈夫ですけれども、ただこの漆絵出せる色の数がとても限られているので、うんうん、ちょっとパッと見たところだと少し茶色っぽい印象を、はい、渋め、はい、そうですね、そういう形でご覧になられると思います、はい、ありがとうございます、はい、続く2章では、現代画家たちの挑戦として32点、あの戦後の日本画滅亡論っていうのもキャプションでちょっと読んだりしましたけれども、はいはい、なんだか穏やかじゃないなという印象が私はあったんですけど、これどういうことなんですか。はい、ですね、やはり敗戦っていうのは当時の人々にとって非常にショッキングであり、自分たちのアイデンティティが、まあ、粉々に打ち砕かれた、そういったような状況でもあったんですね。でやはり画家たちにとってもそれは一緒で、日本画ってでは何なんだと、はい、でそうしたものを考えた時に、こう画家たちは日本画の存在、そしてそのあり方、そうしたものを自らにこう問い直される、問い直す、こう突きつけられるというか、そういう状況になるんです。でまあ、もう昭和20年代にそれが起こりまして、でそうなるとやはりそれに呼応する形でいろんな団体、こうじゃあ日本画の存在は どういうものかっていうことで、こう西洋のこう当時の最先端の思想を盛り込んだ団体とか、それとかこう世界に打って出られるようなものを作るって、そういうふうなこう視点を大きく捉えた団体が、うん、美術団体がこう数多く生まれてきました、うん、でその中の、まあ、創造美術の、に属した山本久仁とか、そういった画家の作品も今回は出品しています。日本画のその伝統的な技法を超えた試みについても、はい、あの触れられていたかなと思います。先ほどお聞きしたね、はい、その漆絵なんかもユニークだなと思ったんですけれども、はい、まあ、近代に近づくにつれて、はい、またこの独創的なアプローチで描かれたものがあれば教えていただけますか。はい、はい、本当に面白いのは、横山美沙夫という画家が描いたこの滝という作品など、はい、とても、はい、あの金箔銀箔が多く使われているんですが、ただ貼るということではなくてですね、うん、それを貼ったりした上からこう擦るということを、あの布とかで擦ったりすると、何でしょう、表面がこう、うん、擦られたことによっていろんなこうザラつきみたいのが出てきますよね、はいはい、それさえも表現として表すっていう、はい、それまではこうどんどん箔とか金器の乗せるだけであったものを、それから削っていくという表現方法が生まれたりとか、
はい、あと加山又蔵さんとか千住博さんなんかはこう水しぶきの表現とかにすごかったですね。そうエアブラシみたいなものを使ったりとか、こういろんな広がりを表現にも見せていきますね。面白かったですね。又蔵先生のなんかもすごい迫力がありましたね。さすがだなとうなりながら見てましたし、このセクションでいうと、はい、あの岩橋永遠先生の永遠なんかは、はいはい、あの前にちょうどソファーがあるんですけど、そこに座ってじーっと見ておられるあの方もいらっしゃって、私もこうなるよねってすごい引き込まれるなと思って拝見しましたね。なんかそれぞれになんかこう思いをどこかに馳せることができるような作品も多いなと思いながら、はい、そうですね、見てましたね、はい、あとあの画材とかの面白さで現代の画家といえば今回出品している並木秀俊さんの作品、すごかった、はい、クジャク、そうなんですよ本当白クジャクの羽のところにあの金を使っていて、普通だと金の、まあ、絵の具金泥を使われていると思うかもしれないんですけれども、これは金箔を細く切って、うん、でそれを染料として使っている非常に繊細な、はい、作品なんですね。で実はこの白鳳もそうですけれども、並木先生にじゃその切り金というこの技法なんですが、うん、切り金の使って日本画を描くそのやり方について、うん、今回こう山種美術館のオンライン講座で、はいはい、制作をしていただき、なおかつ、まあ、先生が説明いただいた、まあ作品も今回展示しているので、それを見てまたオンライン講座も見ていただけると、その単なる日本画の枠にはとどまらないこう画材の使い方、そうしたものがこうご覧になれるかなと、非常にこう技術的に素晴らしい水準の、いや面白いなと思ったんですよね、はい、あの関連資料としてこういったものを使うんだよっていうのが、ね、そうそうそう、展示されてあるんですけれども、はい、切り金は切り金だと思ってたんですよ私、あの、はい、工芸は工芸と思ってたんですけど、はい、それでそういう技法を使って日本画としてその描いてるっていうのは、はいはい、これも新しい挑戦なんだって思ってなんか、ね、面白いなと思って見てたんですけど、あのおっしゃるように切り金っていうのはもう平安時代の仏画からもあるすごく古い伝統的、そうですね、はい、あ仏像もですね、仏像、はい、仏像とかにこう綺麗にありますね、本当に伝統的な、まあ、工芸技法なんですけれども、それをあの並木先生は芸大の保存修復科で学ばれているので、うん、やはりそうした古いものの技法などをすごくよくご存じて、で芸大に在学中に、うん、あのそういったものを学ばれて、うん、で元々のご自身が描いていた日本画にそうした切り金の技法を取り入れたらどういうふうな作品ができるだろうか、でその可能性を広げていくために現在本当にあの最前線で活躍されている画家さんですね。今回はこれはこの作品展というか特別展のため、あはい、ですね、この作品ボタン帳は今回のために作っていただいたものになります。じゃあどういうふうに制作されたかっていうのは、私とかはやっぱりこうこれまで切り金ってどんなもんやろうと思ってその制作工程っていうのを、はい、まあ、映像とかで見たことはあるんですけど、はい、多分初めてご覧になる方は気の遠くなるような細かな作業なので、はい、本当に一回ご覧になってみると、はい、またこの作品の見え方が随分と違ってくるんじゃないかなっていう感じはしますね、はいはい、あの先生、並木先生曰く一番細く切ったのは 0.01 ミリ切れるのって思いますね。そう、なんかこう鼻息でも、はい、こう金箔って飛んじゃうんですよ。もったいないですね、はい、それで息を止めながらこう作業をしなきゃいけないから本当に先生大変な思いをしながら、はい、作業
うですか。いいですね。超絶技巧ですね、はい、まさにね、そんな感じですが、申し込み期間が9月24日までで、はい、配信が10月1日までということなので、はい、まあ、作品ご覧になってから配信ご覧になるのもいいですし、はい、またその私はその逆の方がもっとすごいなと思いますけれどもね、はい、ぜひそういうのも、はい、チェックしていただけたらなと思います。あと夏っていうこともあるんでしょうけれども、ちょっと涼しさを感じられるような作品は意識して選ばれましたか？はい、はい、やっぱりまあ、それを必須としたわけではないんですけれども、うんうん、なんかダイナミックさを描くという時に、うん、なんか画家の選択肢の一つとして海や滝っていうのは非常にこう表現の選択肢として大きな、はい、ウェイトがあったのかなっていうのはちょっと感じたり、やはり形のないものをダイナミックに描くっていうのは一つの挑戦の姿でもあるのかなっていうのを感じたりして、それは結果としてすごく涼やかな思いをしていただければとても、はい、嬉しいと思います。面白いですよね。なんかこう、はい、時間とかそういったものも全部こう作家の目線で見たこと感じたこと、空気感もそうですけど、はい、前にお話しいただいた水の特別展も、はいはいはい、その時の話もなんかちょっといろいろ思い出しながらだったんですけれども、やっぱり大自然っていうのは作家もこう目の前にして大きく心を揺さぶられるものがあるのかなって、それをこう命をかけて描けるようにして描き切ってるっていうのは素晴らしいなというふうに思いながらでしたね。なんか大変迫力のあるこのセクションだなと思いました。ヤマタネ美術館ではシードヤマタネ美術館日本画アワードも開催していますよね。こちらも長い歴史が終わりなんですね。ご紹介いただけますか？はいはい、なぜ今回この特集陳列でヤマタネ美術館賞からシードヤマタネ美術館日本画アワードの、まあ、受賞作品を出すに至ったかといいますと、うん、これらっていうのもまさしく今回のテーマである日本画に挑んだ画家たちのもう作品ばかりなんですね。で、まあ、ヤマタネ賞というのは1971年昭和46年から、まあはい、各年ごとに14回実施されたものになるんですけれども、当時はこう若手画家たちの登竜門的な存在で、はい、あったんです。はい、でやはりそうなるとこうがその当時の若い画家たちは、まあ、さっき言ったような日本画とは何ぞやっていう洗礼を受けた人ばっかりなので、本当にこうエネルギーをあふれるこう自らにこう問い直した結果のこう作品、まあ、もがいている途中の作品をこう若いエネルギーに任せて描いているというか、そうしたものがすごく多いんですよ。だから一つ一つの作品がすごくこうなんでしょう、パワーあふれるというか熱量ありそうですね。はい、うん、そうなんですよ。すごく、うん、見ていてこうこちらがこう圧倒されます。はい、そういう作品ばっかりで、でちょっと装いも新たに2016年から、まあ、シードヤマタネ賞というのに変わってはいるんですけれども、はい、本当にまさしく両方の賞を通じて日本画に挑んだ画家たちの作品を見ていただけるかなというふうに考えています。でかつ実は8月16日から9月10日まで、はい、この第3回のシードですね、こちらの日本画アワードが募集期間になるんですよ。おっと、そうなんです。ちょうどこの会期中ですので、はいはい、ちょっとそれにもかけて、うんうん、っていうこともありますね。これはやっぱり若手の作家さんのそうですね、っていうことですよね。はい、45歳までの方にご応募いただけるという、うんうん、そうですか。はい、まあ、これまでの、ね、受賞作品っていうのを紹介している中で、はい、あ、この先生もそうなんだっていう、はい、方が過去に受賞されてますけれども、はいはい、こちらの、ま、展示のこともそうですけれども、はい、そのシード山種美術館日本画アワードを通じて、はい、日本画の未来へ寄せる期待っていうのがあれば、はい、ぜひ聞かせてください。そうですね、例えばですけれども、
松尾敏夫先生とか岡村健三郎先生とか、本当に現代の日本画壇を代表する、まあ、牽引する存在の画家たちが実は大和根賞に出品して、そういった道を通ってきたっていうのは、こういった展覧会とか大和根賞とかシート展をやる私たちにとっても大きな励みになりますし、そうした賞からどん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 数多くの若手画家が今後も羽ばたいていってくれることをとても期待しています、はい、なんか前に山崎種次さんがその作家さんとのお付き合いというか親交を深めることによっていろいろこう作品を購入したり応援したりっていう関係性、そこからまた生まれるストーリーとか、ちょっとこぼれ話というか、今私たちがこうキャプションとかで紹介してもらって、ああそうなんだって思えるようなストーリーが、やっぱりこのシードの日本画アワードっていうのを通じて、その作家さんとの関係性っていうのもどんどんこう育てていけるっていうのもまた魅力なのかなと思って見たりもしましたね、まさしくその通りで、今回は本当スペースの問題で対象作品しか出せていないんですけれども、それ以外の方々とも本当に今シード展が終わった後もすごく交流をさせていただいておりますし、例えば日本画の制作についていろんなことを私たちは教えていただいたりとか、あと例えばこの春に実施した10日のオンライン講座の方ではですね、今回出ている出品作家の中シードの、大賞を取られた安原茂美さんにオンライン講座の講師を務めていただいて、綺麗な絵でしたねそうなんですよ、本当に美しいね、風にこう関係性をとても大事に育んでいっています、またいろんな話をこの展示、これからの展示で、拝見できると思うと、とても楽しみだなと、こぼれ話系は私とても楽しいなと思いながらなんか作家のちょっとしたこう、素顔とか思いとかっていうのが、一つ一つの作品に、作家の言葉として今回は添えられているので、こういう先生、大先生とかいうような先生方でもこういうふうにこの時思っておられたんだなとかっていうのは、やっぱり見る上では非常に貴重だなというふうに思って、ありがとうございます、なんかある先生からは、これは若かったから描けたんだ、今だったらもっといろんなうまく描く方法とかを理解してるから上手には描けるかもしれないけれども、こういう本当にエネルギーに満ちた作品はもう描けないっていうようなことをおっしゃった先生もいますし、本当にその時のその先生方の思いをすごくぶつけた作品を見ていただけるかなというふうに思います。ありがとうございました。さあそして毎回お聞きしていますが、今回も菊屋さんとのコラボ和菓子がカフェ椿でいただけますよね、絵から具体的に花とか傘とか、これはこうなったんやなっていうのがイメージしやすいのもあればですね、ルーブル斬新だったなと思ったんですけどそうですね、ルーブルとってもポップで可愛らしい、そう染井先生、結城染井先生の、モダンで可愛くて、そうですよね、シリーズ本当に可愛くて私も好きなんです、で、この結城染井もですね、日本画家でやっぱり西洋絵画を学んで、色使いとかもすごくこう吸収した人なんですけれども、その柔らかな明るい色を作品に込められたものを和菓子にも生かしています。なんか抽象的に攻めたなという感じがしましたね、素晴らしいなと思って、これちょっと今回おっと目を引かれた和菓子ではありましたが、今回南雲さんだったらどれを選びますか。私はですね、今回沈む日ですね、今回のこれはもう新作な和菓子ですけれども、本当に琥珀感の透明感があって、夏にぴったりであるんですけれども、少し落ち着いた黒糖の
茶色みを帯びたものとかすごく、なんか落ち着いた大人な、はい、涼しさを感じられるんじゃないかなっていうのはちょっと思っています。そして、聞く後話定番の質問となるんですが、はい、今回の特別展日本画に挑んだ精鋭たちから一つ持って帰れるとしたら南雲さんどちらの作品を選ばれるでしょうか。またその理由も教えてください。はい、持って帰るとしたら、はい、飾る場所はないんですけど、はい、川端龍子のナルトという作品ですね。大きいですね。はい、大きいです。あのえらい広いところに住んでおられるもうこれはあの飾ることを度外視して選んでます、はい、欲しいっていう感じですね。そうですね。どんなところが、はい、これはそうですね、川端龍子が院展にかつては所属していたんですけれども、日本最古日本美術院ですね、うん、でもっと自分の描きたい絵を描く、うん、そのために院展を脱退して、うん、自分の青龍社という美術団体を昭和4年に立ち上げるんですけれども、はい、その第1回目記念すべき1回目に出品した作品です、うん、はい、でやっぱりこうすごく海の荒々しさ、うん、こう躍動感とか激しさみたいなものがものすごく現れていて、うんうん、これがもう、まあ、川端龍子の本当にエネルギーをつぎ込んだように見えて、でこの青い色は、まあ、群青という言われる具なんですけれども、うん、こう龍子の言葉で六金3.6 キログラム使ったと、はい、高価な絵の具ですよね。そうなんですよ。本当に今で宝石を砕いて、はい、それを粉状にしたものが群青の、はい、でちょっと聞いてから見て結構分厚めに、ね、そうなんですよ。でこの群青って時代によっては金よりも価格が高かったりはい、するようなもの、本当に貴重な絵の具ですし、でよく画面を見ていただくと実は金箔もこう下に貼ってあったんですよ。そうなんです。もうどれだけこうお金をかけたの。そうか、はい、それだけやっぱりその青龍社、はい、大回転にかける思いというものがすごく強かったんだなっていう。そうですか、はい、それをはい、できることなら持って帰りたい。持って帰りたいですけど飾る場所はない。そうですね。まあ、でも今回そういった作品が見られると、はい、そうですね、いうことで、そのもうパワーというか迫力というか、はい、圧倒されてほしいなと、そうですね、思いますね、はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。では最後になりますが、リスナーにメッセージをお願いします。はい、はい、本当に今回の作品は展覧会のタイトル日本画に挑んだ精鋭たちの名に恥じぬ本当に画家たちがもう既存の日本画から自分のたちの日本画を生み出すために精魂傾けて描いた作品ばかりです。本当に一点一点が画家の強い思いで制作されたものばかりですので、あの皆様もすごくこう絵を見て受け取るものも多いんじゃないかと思います。なのでぜひぜひ暑い夏ですけれども美術館に来てご覧いただければなと思っています。どうもありがとうございました。はい、お願いいたします。山種美術館学芸員の南雲幸恵さんでした。特別展日本画に挑んだ精鋭たち菱田春草、上村松園、川端龍子から松尾敏夫へは2023年7月29日から9月24日までの開催です。聞くアート話、いいねフォロー、チャンネル登録もぜひお願いします。 DJ 愛子62でした。